大丈夫かな、これ。こんばんは。日曜7時のコアロンでございます。さあ今回は太陽さん、いちごさん、ありがとうございます。さあ今回はですね、まあ、日曜日の夜、サザエさん症候群になっている方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。さあコアロンはですね、まあ、ちょっとまだコアロン東京厳しい。あ、こんばんは。吉野さん、こんばんは。シュウヤさん、こんばんは。 SNPSNK さん、こんばんは。紫熊さん、こんばんは。まあ、ということでコハロンのフリースタイルダンジョン2回目を開催したいと思います。まあ、企画の内容としてはシンプルです。もうコハロンの実力を上げていくために、コハロンと対戦してくれる、もう強力なチャレンジャーを召喚したいと思います。チャレンジャー召喚。さあコハロンには絶対負けない、俺の方が顔が長い、全身タイツ俺の方が似合う、こんな方がいらっしゃいました。これはコメントで募集した方がいいのかな。コメントで募集した方がいいのかね。ここの僕、ソーナさん、こんばんは。一気にこうだから来ちゃった場合どうするかっていう。最初の人でもこれリクエストくれた人ってこと。うん、あのコハロン東京、コハロン東京です。あのコハロンの、FIFA の ID はコハロン東京になっておりますので、一番最初にリクエストをくれた方と、対戦試合、まあ、大体2から3試合ぐらい多くやっていきたいと思います。なので応募どうしようしまってます。早速試合しましょう。あ、カンテカンテさん、こんばんは。 MS3 アゴアゴアゴ、こんばんは。オークマット今日でオークマット今日。今 PS4です。失礼しました。いや、高萩選手の怪我本当残念ですね。日本代表本当今野選手で、高萩選手さんに大迫選手と、非常にこう怪我人が続出しておりますので、ちょっと心配です。お、早速来ました。サッカードロさん02着、早速試合したいと思います。 PS ボタンどれだっけ。やべ、メッセージ上の方です。これあの、ね、今これ音声だけになってるよね。うん、しかし、はい、もうこれもちょっと覚えて、うん、フレンドか、エンドじゃねえ。参加します。さあ早速一人目のチャレンジャー召喚。さあもちろん FC 東京でございます。コロンは、さあ対戦相手はどこ。見せろゴール貫けよ。そうですね、もう裏戦までには絶対高い復帰してほしい。大阪スタイル鹿島アントラーズです。これはいい勝負になりそうです。開幕戦の再現でございます。絶対倒します。東京東京、みんな応援頼むよ。カモン東京カモン。ポンピーはちなみに今動画の編集中です。東京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 。さあじゃあフォーメーションはどうしましょうか。これは川野ですが、あのこっちに中島翔也選手入れましょう。そしてと、いやどうしようかな、ツートップでいきますか今回は。でよしと、で歌がいきます。そして中島翔也で、こちらには永井選手いきましょう。そしてじゃあちょっと高木選手の怪我を想定して、橋本田辺壮太でいきたいと思います。いやコロンもスタメンで出たいぐらいです。田辺壮太、橋本健太、永井、中島、太田、森重、室谷、林、こちらのフォーメーションでいきましょう。そしてリザーブにはもちろん徳永選手も入れます。高木選手は怪我なのでこちらは入れずにですね、梶山ですよ、梶山選手。そして阿部選手で、高木選手、前田で、東、これでいきましょうか。顔の怪我だから、これいきましょう。札幌いきますよ。東京オフ会0人です。告知しなかったのでもちろん0人でした。こちらのフォーメーションでいきます。大久保、宇高、永井、翔也、田辺壮太、橋本健人、太田光介、丸山、森重、室谷、林でいきたいと思います。リザーブ、前田、阿部拓磨、さあこれです、いきましょう。カモン東京カモン。あー、バーンズ入れればよかった。アメトーク電話鳴ってます。大丈夫ですね。あら、大丈夫ですね。いや知らない。じゃあ原宿店の方から。
うん、電話だったんですけど、大丈夫ですね。あ、ちょっと、しょうがないです、また。後ほどです、電話の後ほどです。アメトーク、今日何芸人ですか。さあ、やってまいりました、タシマントラーズ対コハロン東京でございます。さあ、新展試合、生放送、どんな展開になるんでしょうか。告知してなかったです。それはもちろん来るわけありませんでした。失礼しました。とりあえず生きて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 東京東京東京、バモバモバモ東京、バモ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 東京、この気持ち止まらないぜ。おお、落として、よいしょ、そう、よいしょ、打って、いやー、よーし、と、早速シュート、大久保よしのとおり、セレッソ戦も行く予定ですよ、よーしーと、やつらのゴールにぶちかませ、よーしーと、よーしーとが空を飛ぶ、あぶれ、カモン東京カモン、やばぶれ、オッケーオッケー、おー、おー、今回はちょっとワイドな展開も期待されますよ、しっかりとボールを広く見て、プレス。どうでしたか、野澤選手は途中出場ということを聞いていますが、活躍あったんでしょうか。おーおーおー、ワンテラス、ダン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 、おーワンテラス、ダン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 、おーおーダンダン、やったら硬いね、おー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 ワンテラス、ダン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 、わーっと来たか、長い来たよ、落として1回1回落とせ、そう、いや、押し打ち、いやいや、ぐるぐる回って、うーたかアリアジャスルジャスル、おおワンタラスタン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 、おー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 、札幌は何時だっけな、札幌はですね2時頃札幌に着く予定だと、スタジアムに着くのがおそらく、7時キックオフです、まあ、4時、3時間まで4時ぐらいには着くと思います。見せろゴール貫け、ポンピーは今編集中です。大阪スタイル青黒大阪、ジューロも行く予定ですよ。エスパルスもちょっと、もう今シーズンは行き、お、来た、よしと、よし、来た、よしと、いいや、外してしまったよしと、よしと、大久保よしとの、ありがとうございます。ユーマ FCT サンチャイさん、ありがとうございます。よー、アイリスさんも見てるんですか、頑張ります、東京東京東京、いや、さすがちょっと止められたな、今。さっき、キッカー切り替えますよ、太田康介に。キッカー変更作業は今回ありません。勝負です、実力勝負です。おー、いいんじゃない、おー、おいおい、おい、おそがはった。笑顔抱きしめ、いやいや、6秒6、すべて街の中から消してしまえ。あ、爽やかって知ってますよ、あのハンバーグですよね、浜松駅でしたっけ、ぜひ行きたいです。今日の夜ご飯はまだ決めてません。ただちょっとこれから多分コンビニにこの後カップラーメンなど買いに行く予定です。晴れ渡る空どこまでも、危ない危ない、そうとそう、パスをスムーズにつなぐ頃のバルサバ、これさ、家長、家長、ヒロミと今日、ダン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 、やばい、やばい、おい、林、ポンピは今編集中でございます。カモン東京、カモン東京、出せ、カモン東京、おーおーおー、東京、おー、さあ、攻めてくれ、おーおー、そう。よしとよしと、いやー、おファール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 、誘ってんじゃんこれ、さすがに、カモン東京カモン東京、ルヴァンカップのアウェイはもしかしたらちょっといけないかもしれません。いや、ラーメン屋やってなかったらショックだった。佐藤っていう本蓮沼駅にある、元蓮沼駅にある佐藤ってラーメンすごい注目してたんですけど、ご飯動画、なるほど、ずるずる、どうもロングです。さあ、行きますよ、太田康介、これゴール狙いましょう。おー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 、あー、オッケー、そう、いいや、潮展開か、よっしょ、いや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 、あれで、だだおとでだだだだおとでだだ、勇者少年、てれれれれれ、でるるるるる、ひでとー。
きでた。いやーゴール出してほしいな。ここよしと、サイドオッケー、中中入ってこい、打ってよしと、いいや、まだ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 ある、もう一個、そう、え PK 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 PK、 昨日はコハイモンと呼ばれておりました。さあ PK 獲得です。東京こそすべて俺ら、あーもう東削られてます。泣きくウォーウォードラゴンファイヤー、みんなみんなで毎日にみんなすんませんドラゴン、ダメよ人、いやめっちゃ揺れてる、ソガハタ揺れすぎ、手叩くのおかしいでしょ、こんな動きできんの、いや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 、誘ってんじゃん、いやよしよし、誘われましたが駆け引きに勝利しました。これは誘いすぎでしょ、さすがにそうか、あったよしと大久保よしとの鳥だよしとデン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 やつらのゴールにぶちかませ。さあこの東京先制でございます。 PK をきっちりと決めました。さあこれもうこんな動きしましたから、磯形選手の星野源の小原東京、熱い気持ちたぎら、札幌の、まあ、札幌市内、札幌市内周辺に泊まりますよ、一泊しますよ。おコンサドーレ勝利おめでとうございます。あ、よし、おめでとうございます。今日試合じゃないですよ。コンサドーレ、渚美浦返事してるよ、どんな調子、高木出てるの、あれさっき変えたはずなんだけど、ソータとケンタに高木洋次郎ラララ相模原戦の動画も出しますよ。ポンピー今その動画編集中ってことですか、ポンピーさん、ポンピーさん今だ SC 相模原戦の動画編集中ってことです、ね、今ポンピーがまさに編集中でございます。お待ちください、変わるんじゃないです。今回は完勝を目指したいと思います。コハロンと京都コハタカハイヨジロララ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 、いやー東系、やばい、おーやばいやばい、プレーキンなって、東系ゴー、おー東系ゴー、おー東、よし行き落とせ、いやー難しい、そうしっかりとつないでゴール前のこうアタッキングサードで高萩洋次郎ララ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 高萩よじろララララララ打て、いや違う、いやこれはファールでしょさすがに、おーおー妻よじろ、おーなめいけ東京、承認官も承認官も承認、東京とエスパル戦も行く予定ですよ。あ秋元選手湘南での活躍嬉しいですね。いやトス戦のスタメンはまあ多分高木よじろ選手の気がしてるんで、田辺聡太選手、そして橋本健人選手を2ボランチで、他は多分変わらないと思いますね。カモン東京カモン、最強森毛か太田康介でしょ、ここは。おー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 、間違えた。おーおーおー太田康介、おー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 、康介いくよ。いやもうボール1個分になった、うん、細貝選手まさかここレッツに戻ってくるというイメージもありましたから、レイソルに移籍してきたのは、まあ、びっくりしましたけど、まあ、でも清武選手しかり、まあ、太田康介選手もそうだと思うんですけれども、やっぱりこう今ハリル監督やっぱ試合出てる選手を大変呼ぶ傾向もあるので、やっぱり来年のワールドカップを見据えて、もう1回こうねしっかりとチームでこう試合スポンサー出て活躍できるというところを日本で戻ってきて選んだというところもあるんじゃないでしょうか。いやこの前福井行ってません、あの小浜ママと小浜パパ行ってました福井に。愛してる東京、山浜行きますよ、
ユーリコ、ワンツースリーフォーファイブシックスセブン、ユーリコ、FC 東京飯、いいですね、それ、青赤飯、コロン東京、魂、発生がまっ、サトミコ俺も大好き、さてがまたつやおう、熱、スタジアムへ行こう。あべ、高木選手外れてなかった。みんなは、あれ川野選手も、あれ歌川選手も出てねえわ。あれさ、書いたはずなんだけどな。じゃあちょっと後半から歌が出します。歌が。ちょっと待って、危ない。おちょ。東、歌に変えてこれでいきます。歌と大久保のツートップでいきます。お前だと東選手決めたらしいです。アイリサさんも大好きです。東京。いや、ポンピー集中してます。愛してる東京、ラララララララ。愛して、歌が出しましたよ。歌か。あれ、さあ、とみきアリアジャスル。じゃあ、さあ、後半開始です。さあ、アントラーズに対して追加点はあるのか、ジャスル。さあ、とみきアリアジャスル。ぶちかませ、ごめんなさい、バンズ入れられてません。バンズ、なお、バンズゴー。さあ、歌川選手上がってくれ。バンズ、いやー、ミスった。バンズゴー、危ない、オッケー、そう、さあ、歌か、いや、ちょっと、危ない、一回作って、しっかり、そう、高はゆ、いやー、惜しい、東京、フロンターレも好きです、ルカゴー、そう、歌、いや、コーナーキック。ウェンリボー、2、3試合やるとするでしょ。もちろん、王女兵。アッパ FC 東京予備登録含めると、もう一番多いらしいですね。I'm done. Be afraid of the night. 武藤義則。やばい、やられる。うわ、クリア。武藤義則。吹田までは、小春はちょっとギリギリだったんで、ちょっと飛行機しかなかったんですけど、普通ってどれぐらいかな、着いた多分新幹線で行ったら多分片道1万ちょっとだと思いますね。でホテル代入れても2号とかそれぐらい行けると思います。夜行バスとかそういうの使ったらもっと安く行けるかもしれません。行ってみたいスタジアム、行ってみたい、まだ行ったことなくて行ってみたいスタジアムはどこかな。ヤマハはちょっと行ってみたいですね。ここから、今年もちろん行くんですが、ヤマハはちょっと気になりますね。やっぱりジュビロさんのスタジアムということで。大阪の街が誇る、みんなららららら。いやー、やばい、勝利を目指し。じゃあ、タクオ選手出しましょうか、この後。たー。オタクを止めて行け、お前の手で止めて行け、お前が冷えて喜ぶ。一番美味しかったスタグル、やっぱりね、鹿島サッカースタジアムのもつ煮、これ今まで食ったスタグルの中で一番うまかったです。ポンピーどうですか、ポンピーさん、橋本健人、ポンピー先生、いや、トスも行ってみたいです、ベスアメンディスタジアム、歌が落として、もう一回、あーっと、もつに最高でした、マジでうまいです、ちょっと待ってください、あーっと、OK、一回落として、いいよ、おー、今日は危ない、ひろき、おー、高萩洋次郎、歌が落として、いやー、そっちじゃないね、歌が、あれ、歌が、そう、一歩、攻撃しっかり作っていく、パス投げながら、あら、歌が、おっと、オッケー、いや、惜しい、カモン、東京、カモン、
ジンギスカン。もうコアロンはですね、札幌結構詳しいんですよ。あのおじいロンがやっぱ札幌に住んでますんで、昔からもう北海道は1年に1回は行ってました。コンサドーレのちゃんとは、ララララ赤と黒のララララララ、男なら打ちまくれやっちまえ、俺のハートに火をつけろ、ララララ、いや、コンサル、コンサル、歌か、とどろきももちろん来ますよ。長谷川アリア、ジャスル、ジャスル、ジャスル、長谷川アリア、ジャスル、ララ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 、サイド展開して、やば、危ねえな、もう一個、よいしょ、いや、打ったよ、打って、よしよし、フリーキックゲット、カモン東京、カモン東京、札幌のおすすめのスープカレーの店、なんだっけな、ごめんなさい。あの札幌の駅ビルに入ってるところ美味しかったんだけど忘れちゃったな。信長っていうラーメンめっちゃうまかったです。神戸も行きますよ。バモバモとフロンタレ、フレンド依頼とかメッセージがいただいてみます。ちょっと待ってくださいね。この試合終わったら、また次コピーってやりますんで、ちょっと待ってくださいね。ベッキーベッキーベッキー、さあ行きますよ。さあ太田コース飛ぶ練習しすぎなんで、ちょっと壁の方が行くよ。コスケ、いいよ、来てんじゃない、おっしゃ、すごかった、止める、今のすごすぎでしょ。おー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 、あ、いやいや、あ、ごめんなさい、いやいやいやですね、コンサドーレ札幌、すいません、コンサドーレ札幌さん、いや、めっちゃいいコース飛んでるけど、すごかった、すごすぎでしょ。いや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 、赤と黒の、いや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 、男なら、ととママさん、すいません、打ちまくれやっちまえ、俺のハートに、新潟も行きますよ、4月、おすすめのグルメあったら教えてください。おお、打って、いいや、落とせ、いやー、きついか、募集中よ、一回落としていいよ、そう、コースケ、いや、きつい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 、そう、一回外使って、外、そう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 、きついな、サイド展開、いやいやいや、いや、そこ、歌が落とせ、いいや、いいや、よっしょ、いいや、PK、もうボール、ボール、ボール、カモン東京、カモン東京、カモン東京、おー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 、歌が、そう、いいね、ある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 、いやいやいや、ディフェンス硬い、アントラーズ、アイアイアントラーズ、アイアイ、俺たちは柏、黄色がとっても似合うよ、刺激的、豊か、クラクラしちゃう、いや、ミスってなんでシュート打たない、俺たちは柏、抜きに行こうとしちゃったよ、黄色がとっても似合うよ、刺激、タンとタンと、おー、アントラス、タンタン、タンタンタン、おー、長いくよ、タンタン、いいね。おお、ケント、ケント、いいんじゃない、よっしょ、よっしょ、ゴール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 、大久保よしと、ララララララ、大久保よしと、ララララララ、大久保、いやいや、中学の時の、ララララララ、札幌のちゃんと、札幌勝利新次祭、第4戦動画出します。相模原のちゃんとあれ、おうおうおう、相模原、おうおうおう、相模原、When you go to the song、北条平、アパイ、And don't be afraid of the night、インスタやってますよ。As the end of storm is a golden sky and they see, あぶれ、see you once, チャンス、お、歌、いやー、止められた、おばら、あぶれ、あぶれ、あぶれ、walk on to the wind, walk on, あぶれ、to the rain, 完封勝利いくよ、so you dream me
東京、東京、東京、眠らない街、アウトは小学校の時から抜群にでかす俺らの。それはこの時1試合目2対0で勝利でございました。1試合目お付き合いいただきました方、本当にありがとうございました。キャッシュマントラさん、本当にまた特に守備陣高かったです。その後すごすぎ、1試合目ありがとうございました。じゃ続いて、じゃあ2試合目の方行きたいと思いますので少々お待ちください。信じられません。カモン東京、カモン東京、カモン東京。じゃあちょっとメッセオンラインのフレンド、これちゃうな。ちょっと待ってくださいね。わかんない。これだっけ。でも招待も来てるんだよな。先や。フレンドのフレンドの招待やったほうがいいでしょ。順番に行ったら次の人。次の方、今順番いただいた順にやっておりますので少々お待ちいただけますでしょうか。ここでコアロンの桑田佳祐の曲をお送りです。もうベビー日本の皆様はシェイキシェイキリスボーフィーバー、今日もベイビー明日も晴れるやんは平気シェイキリスボーフィーバー、 俺の東京今日も行く。これですか。はい、はい、じゃあ次の試合の方決まりました。日曜7時の緊張。あれセレッソ戦って日曜の7時なんだ。知らない。セレッソ戦日あれ、あのアウェイのセレッソ戦ってもしかして日曜7時なんですか。これ大丈夫か、いけるかな。いや西大阪日曜7時はまずいな。これ有給か。これ東京、東京、東京、東コロンは FC 東京使い続けます。 FC 東京いきます。これ FC 東京です。さあ FC 東京対どこの試合になるんでしょうか。川崎のタレでも浦和レッズさんでもビスラコブさんでも求めて、明日もちろん仕事です。フリーキックは昔から結構うまかったんですよ。キャノンと、いや、フリーキックは結構うまいでしょ。あ、あ、小林、ラララララララ。東京はシュート打ってたけど、札幌やっちまえなんだね。やっちまえ、やっちまえ、やっちまえ、やっちまえ。お、来た。玉川クラシコです。FC 東京対川崎フロンターレの試合になります。じゃあ、今度こそ、ちょっと時間があれか、60秒しかないから、ちょっと、そうですね、じゃあ大久保歌かで長い、ちょっと高木選手がいないことを想定した試合にしましょう。で中島翔でしょ、で橋本健人で蒼太でしょ、で蒼太で、ちょっとさっきリクエストがありましたので大久保拓夫選手を使いたいと思います。そしてこれ時間がそうかギリギリなのか。徳永、高木選手ダメだからバーンズで阿部前田、これいきましょう。これいきます。 OK、 試合開始。これいきます。大久保豊、中島翔也、田辺、橋本健人、長井、太田康介、森重、丸山、室谷、そして大久保拓夫選手入れました。ヴェルディ4連勝すごいですね。今シーズンやっぱ監督がちょっとベルディの試合あんまりまだ見れてないんですけど、あ、日曜7時なんだ、セレッソ戦。大丈夫かな、これ。だでも有給です。有給、でんてんてんてげてて、いや、有給って言っちゃ大丈夫ですね、こんな生放送で。いや、生放送で有給とか言っちゃ大丈夫なんですね、これは。いや、どうしようか、ちょっとこれ検討します。今会社の方に電話。おい、会社に電報こやめろ、電突やめてください本当に。セレッソ戦ちなみに何月でしたっけ、教えてください。あと、まあ、1試合か2試合ぐらいやります。愛してる東京ララララ、そのままさん、ごめんなさい、ちょっと待ってください。ちょっと順番にいただいてた順番順にやってます、すいません。東京ベガルタ仙台といったらやっぱ菅井直樹、札幌で好きな選手
まあ、小野選手、稲本選手、やっぱり気になる選手ですか。あれ、河合選手、今札幌いますよね。河合隆二選手、元マリノスの、あの選手好きですね。投手、やっぱ、画ゾーンがだ、画ゾーンじゃねえや。ダゾーン画質になってます、若干。もしかブレるかもしれません。さあ、フロンターレ倒しましょう。俺たちのフロンターレ、今ここに、東京を倒す。やべ、ミスター。でかいでかい。さあ、ゆっくり。オッケー、横としたおーれ、オッケー、あー、惜しいね。愛してる東京、ララララララ。愛してる東京、ララララララ。愛してる東京、ララ。やべえ、うまい。頼む。あ、はい、寝る、はい、寝る。7月2日。じゃあ行きましょう、これはもう。おー、川のヒーロー。河合隆二選手、ちょっと、やべ、ちょっとダゾン、画像がちょっと、たまにダゾーンでなるのはちょっとお許しください。やばいやばい、ぶつかってるぶつかってる。あぶね。歌か歌か。ちょっと嘘でしょ。やばい、ダゾーンの影響もろに受けちゃってるよこれ。あかんかんかん。オッケー。やばい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 。画像がちょっとダゾーン状態にたまになりますよ。歌か歌か。落ち着いて落ち着いて。歌かもう一個歌かもう一個。おお、そうそう。いや、オッケー。さあ、こっから、こっから。おーしょうや、おーしょうや、おーしょうや、しょうや、しょうや。よしと、いやー、惜しい。よーし。やばいやばい、カクカクがすごい。大久保、よしどのと、ちょっとこっちの電波状況悪かった。すみません、やばい。完全抜け出された。あかん、あかん。たぶん、出ろ、タコタコ出ろ。くれくれ、おっしゃ。おー、タクを止めてゆけ。おー、お前の手で止めてゆけ。お前が出て喜ぶものにお前のゴールを荒らせるな。やばい、ちょっとでかいか。おー、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 どい、おー、中村、ケン、いや、どい翔馬さんから自分好きってメンヘラみたいになっちゃってるんで、好きですよ。援護、中村。あ、タイのメッシ、7月から来るんですね、コンサドーレに。やばい。サイドへ振る。ジュビロ戦は日帰りです、多分。ジュビロ戦は日帰りします。やばい。あかんあかんか。素晴らしい。トーキョ、トーキョ、歌か。落とせ。オッケー。そう。中島翔也。翔也、翔、おー、翔也、おー、翔也、おー、翔也、翔也、翔也。歌か。いや、きついな。プレスが早い。うまいですね。ちょっと、フロン、いやー、きついよ。歌か、一回落とせ。歌かが突破を見せる。歌か、歌か。エイジのメッシ。ネタがもう、怖すぎて面白い。福井のメッシです、福井のメッシ。ちょっと、やばい。いけ。ソータン、おー、ソータン、おー、外空いてるよ、ソールを決めろ、翔也、翔也、翔也、あご翔也、勝つために、叫ぶの、危ない、俺たちは、ここにいる、あ、本当に外れちゃった、あ、やばいやばい、俺たちは首都東京、世界が待っている、今こそ勝利目指しこの歌を捧げ。いけ、外、そう、太田康介、翔也、そう、いや、惜しもはフィーク、バモバモ東京、バモ、やばいやばいやばい、見抜かれてる、監督ら、あかん、止めないと、オッケー、やばいやばい、あかん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 よ、タイのコアロンです、どうもタイのコアロンです、オッケー、バモバモとカウンターカウンター、ここ遅いね、バモ東京、バモ東京、バモ、よしと、よしとよしと、よしと、いいんじゃないこれ、大久保よしとの中まで行かなきゃよかったか、シュート打て、シュート、お、明日から埼玉遠征行ってる、川崎の好きなちゃんとは、二つあります。一個は、俺たちのフロンターレ、今こう、やばいやばい、ちょっと待って、ちゃんと歌って、眠らない街か、あぶね、東京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 、高校のうちにやっといた方がいいことは、難しいね、やっぱ恋愛、制服デート、制服デートしてください。ポンピもちょっとそれできなかったって、今、
ポンピちょっとあの編集中でこうイヤホンしてて聞こえてないんですけど、ポンピちょっと制服デート全然しなかったってこと嘆いてるんで、ぜひ皆さん高校のうちに制服デートしてください。俺たちはシュッと、あれジュビロ線は新幹線、あれジュビロ線は夜7時からですかね。恋なんていわばレコツアイコロシーソーゲーム、イエーイ、いつだって君は曖昧なリアクション、いやそっちじゃない、危ねバモ東京、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 東京こそ全てショーや、ショーや、ショーや、俺らを熱くする情熱をぶっ、絶対東京勝つ、立ち上がってみんなで歌おう、ララ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 、おー、俺の東京、おー、こりを、あれ、聞かないボタンが、なんだこれ。ホームのサポーターから大ブーイングです。早く試合を再開してほしい。よし、おーっと、そっちか。ホームゲームで同点ですからね。よーしーと、なんか、いいや、打ったか、打ったか、打ったか。明日晴れるかと思ってます。皆さん、見てください、明日晴れるかな。プロポーズ挨拶、すごいいいドラマなんで。パンパンパララララン、今日はコアロンの生放送を見ていただきありがとうございます。パンパン、今あのアシャレが入ってパララララン、タララン、タンタン、パララララン、この放送を見てくれている皆さんの10年後、3年後、いや明日が晴れますように。熱い涙や恋の叫び、もうやばいやばいやばい、歌ったらボールロストした。暖かけ輝ける日はどこへ消えたの、明日も果てなき道をさまようなら、これ以上元には戻れない、耳を澄ませば心の声は、僕コンサートで札幌注目します。枠になりをげじゃりあげるでろ今、あ、プロポーズ大作戦どこの場面、これめっちゃ迷うんですが、プロポーズ大作戦で一番だと迷うな。今は汚れた街の片隅にて、あの頃のそれを思うたびに、神、あれ結構あの浜田岳さんがやってた、ごめんなさい名前出てこなかった、ちょっとあのキャラクターも好きでして、あの人があの榮倉奈々役の人に告白するシーンとかすごい好きですね。健三はいつもそう、もう この言葉とかやばいです、もう胸がキュンキュンしちゃいます本当に。ジュビロリーグ戦6時からか、あ、結婚式から抜け出す時もいいですね。健三、健三、でもあのこうまた最終回のところでこうね、最後まで分からずこう車追いつくか追いつかないかみたいなところで終わっちゃうところももう憎いですね本当に。ここは絶対勝ちますよと、やっぱシュート1本持ってないよ。カモン東京、カモン東京、高校時代の思い出はということですね。高校時代の思い出としてやっぱり、まあこれよく話してるんですが、やっぱり観覧車事件と、俗に言う観覧車事件の方がやっぱり一番の思い出です。まあ、これもう一回あの聞いたことない人、ハレルヤチャンス、もう一回あのキー高めのちゃんと、俺たちの王城よ、さあ行こう、世界目指し、俺たちの高校時代のワクワクさん、高校時代の思い出は、まずコアロンがですね、高校時代の時実はあのポンコツプロデューサーの方となんちゃって、バンド組んでおりまして、まあ、やってた曲、まあ、例えばこうバンプオブチキンですとか、あと皆さん知ってるかエルレガーデンとか、カゴメカ、おいよ、ちょっと今まずこれに集中です。なんかいやいや、かなり引っ張られてる、おいよ、いやちょっと、えファールでしょ今、シュート打って、シュート打って、太田康介、太田康介でいきます。おー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 、ポンピはちょっと今編集中なので今回ポンピの喋りなしですよ。太田康介、おーおーおー、いいんじゃない、いい、そうです、まあ、バンドを組んでまして、
そこでこうバンプオブチキンとか、まあ、ちょっと知ってる人いないかもしれないですが、エルレガーデン、エルレガーデン、今の人は知ってるかな、エルレガーデンやったぞ、オタコスケ、オタコスケ、インジャ、いやー、東京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 、コーナーに向かいます。あれ、川上？え、川上さんってあの川上さん？もしかして、バーボット東京、クマクマ、バーボットアイリー。クマクマ、死んだゴキブリとは呼びにくいな。東京都高畑です。夜行バス怖いのもあるんですけど、ちょっと怖いんですね。やっぱ体がどうしてもでかいっていうところもあってですね、あのちょっと軽所恐怖症とかまで結構きついです。損量うまかったです今。無事まぐれやっちまえ、俺のハートに気をつけ。そうです、まあ、バンドを組んでまして、やってた曲は あれもやってましたね、ラルカンシェル、Cause I stay, stay away you。 あとはバンプオブチキンのアルエーとかやってました、ね、アルエ。落ちた、チャンス、一回バントの走りストップ、このチャンスに集中、よし、腕、いや、よしと大久保よしとの通り、バンドやってまして、そこでライブを、このその頃は全身タイツの大根の衣装を着てたんですよ。全身タイツの大根の衣装だから、それがもしかしたらポールの元祖なのかもしれません。で、そしてですね、なぜかその全身タイツの大根を見たあのとある、まあ女の子がポールに話しかけてくれまして、ぜひ、まあ、その当時 LINE なかったんで、こうミクシーのご連絡先を教えてくださいというところで、もう小春ももう大歓喜状態です。これはもう来たなと思って、 いろいろこう連絡取ったり、こう遊びにこうって話をしてたりするところで、一旦チャンスです、一旦チャンスいきます。もう一個、いやー難しい方いった、パスがよく走っています。そうそう、ここボール、そうボール疲れながらボール走らせると、押しも行ってました、押しも信者どうも、彼女いません。次々に通りましたがゴールには繋がりません。横へ転、いやーもう一回行け、中、いやー、なかなか守備硬い皆さん、まあ、ありまして、そんなこともありましたと。で、ちょうどこれね1月頃だったんですよ。なんで、まあバレンタインデーがあるじゃないですか。あ、今間違えちゃったよ、もう恋愛の話で動揺しちゃって本当に。でそれでバレンタインデーありまして、まずバレンタインデーのチョコはぜひあげたいということでもらいました。そしてその後ホワイトデーのところもぜひ会いたいということでもらいました。でさらにチャンス、いや来た、もらってですね、でその後コハロンがたまたまニュージーランドの方にこう学校の研修で 2,3 週間行かなくちゃいけないっていうのがありまして、でそのニュージーランドに行く前にこうぜひ会いたいと2人で、でしかもこう東京ドームのですね、あの観覧車、あのラクーアってところですね、あそこにこう行きたいという話になりまして、もうコハロン的にはじゃあここでもうここで告らなきゃ男が廃る、コハロンコクレ、今これバスケ部風のバスケ部風に解説してますよ、飛べ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 、コクレ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 、完全無敵のディフェンスディフェンスポッカット、まあそのバスケ部のちゃんとも入ったところでありまして、じゃあもうここで告るしかないなと。でかつその女の子のですね、友達とも小原の友達だったんですけれども、もう向こうも、逆にも待ってるよと、でここで告らなかったらいつ告るのっていうぐらい言われてました。でそれだけのところがあったんで、も小原的にももうここしかないなと思って、やっぱだいぶだぞってる、今だいぶだぞってるこれでありまして、これちょっとだぞりすぎちゃってるこれで、だぞ、あっと、来た、急にチャンス、なかなか、なんかよしと入ってこい、いやー、ソンリョン強いね、やばい、ちょっとカクカクがやばいかもしれない、これ、ワンラブ、伝えたくて、伝わらなくて、時には素直になれずに、泣いた季節を超えた僕ら、歌か。いや難しいな、いや歌か、まあ、それでですね、で実際にまあラクーアの観覧車の方に行きましたと。でその時ちょうどですね、他の2組のカップルも一緒だったんで、ちょうど3対3のトリプルデートというような形になりまして、愛のままの顔で生きるのよ、これがこれがコハロンの顔よ、歌か、いやそっち来よ、
ここで一旦ペースを落として、ボールを落ち着かせます。打ったか、それもありまして、で、トリプルデートということもあったんで、観覧、やばいやばい、やばい、ちょっとハイネルが抑えられない、これ。ポンピートのフォアロンジェブになっちゃう、これ。あかんあかん、マジやばい。ちょっと集中させて、あかんよ。あぶれー、タクオ。まあ、ということもありまして、トリプルデートだったんで、やっぱり先にね、残りの2組が観覧車をこう、テクテク、やばいやばい、ピンチだ。乗っていくわけですね。で、その中で、オッケー、ここ、取ってくれ、やばい。ちょっとダゾりすぎちゃってやばい、これ。でそんなこともちょっとダゾり方がこれやばいな、本当に。残り5分となりました。残り5分だよ。チームも手詰まり状態です。やばい、相当ダゾってる。これ皆さん大丈夫ですか、見えてますか、ちゃんと。ダゾってるね、これ。橋本健人、大久保芳人、いやーきついきついきつい。田辺壮太、受けサイド展開、ラゾーンやばいですね、これ。相当ダゾってます。すいません。やばい、ダゾってながらカットされた。まずい。ちょっとコロンジャー、ほんとやめて。あぶれ。ちょ。完全ダゾってます、これ。やばいです。彼女、マズラじゃないよ。まだ俺だけだよ。よーしと、大久保よしとの鳥だ。よーしと。よし。そうなんです。ちょ、いや、もう1、2試合ぐらいやる予定です。奴らの子、え？あと1、あと1試合あります。奴らのゴールにぶち、やっぱハイネル止まんないよ。コロンジェやめて、本当にやめて。やばいやばいやばい、ちょっと本当に。いよいよいよ、やばい、コロンジェ、うわ、いや。時間をうまく使っていきたいですね。いやいや、コカロンジェやらないでください、本当に。いやいや、剣豪やられました。およしじゃねえだろ。いや、完全にやられたよ。オハロン試合を、まさか視聴者にも、あ、ごめんなさい、剣豪じゃないです、10番大島です。いや、完全にやられた。俺のハート、ごめんなさい、俺のハートに、ごめんなさい、ちょっと俺のハート火をつけるの、発音後で調べておきますね。すいません、間違えちゃって。相模原戦はいつ出すんですか？っていう質問来てます。今日中には出るってことですか？ポンピーが今編集頑張ってます。がもし早ければ今日やっかろ東京。いや、ちょっとまさかの視聴者にまで、コアロンジアンをやられてしまうという最悪の展開です。フロンターレ、これは悔しい敗戦となりましたね。はい、フロンターレイ、フロンターレイ、皆さんありがとうございました。コアロンジェ悔しいですけど、ありがとうございました。うまかったです、ありがとうございました。チームに貢献していました。今日のヒーローでしょう。さあ、続いての試合です。でした。続いての試合はフレンドから、どこだっけ、フレンドか、あ、違うか、コミュニティ、さあ、今、次対戦の依頼が届いた方を探しております。コミュニティじゃねえか、これか、これだっけ、こっちか。いや、じゃあこれだって。これか、次どれだ、下下、ミヤさんの次、だからこれ、じゃあ次、ミヤさんの次にいただいた方とヨシキングさんと試合したいと思います。よろしくお願いします。あれ、ダメだ。ヨシキングさんもちょっといらっしゃらないということで、次が、YGYGLTAD7823 いきます。よろしくお願いします。さあ、次の試合が、年下と付き合うの全然いいと思いますよ。まあ、この割と年上が好きですけどね。コハロ、コハロ、コハロ。このは FC 東京のファンですよ。野球で言えばロッテ、チーム、ロッテ、バラ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 。いやいや、だどこかと言われればってことでしょう。さあ、次の試合の、一緒に住んでません、一緒に住んでませんが、収録で、ことします。
さあちょっといろいろ申し訳ございません、フレンド依頼とかメッセージがいろいろいただいてるんです。ちょっともうだいぶいただいてたこう順番に、いただいておりますので、次の対戦相手の方が、決まっております。さあコアロン事務所内緒でバーケーはそれはちょっと山本さんなんでちょっと勘弁してください。あセミーロングがいいですね、女性の髪型。いや黒ギャル、ちょっと本気のギャルはちょっと怖いです。お来た、ガンバ対東京です。東京さあガンバ東京行きましょう。この安行をこの安、じゃあもう前回のリベンジってことで前回のフォーメーション同じいきますか。高萩と健と前回のガンバ戦と同じフォーメーションでいきますか。森家、丸山、室谷、太田で安倍翔、安倍、前田、田島翔也で吉本、あと徳永、あとはそうだな、これです、これいきます。前回のガンバ戦と全く同じフォーメーションでいってリベンジします。よっしゃ、あやべ、森重と丸山逆だ、あかんあかんあかん、これラストです、皆さんごめんなさい、またやるのでこれラストにしたいと思います。これいきます、勝つぞ、絶対リベンジ出します。勝ちは好きでも好きでも森田、いや禁断ボーイズはぜひまたお会いしたいですね。 Let's do it。 東京の今までの一番思い出深い試合はやっぱりですね、まあこれ本当にねにわかって言われちゃうかもしんないですが、でもやっぱ生で見た時の感動がやばかったんで、2004年の、ナビスコカップ決勝浦和レッズ対 FC 東京、PK 戦の末、最後梶選手が決めて、もうこの試合も最高でした。やっぱりこの試合忘れられません。これが一番もう思い出深いです。さあガンバ倒すぞ、戦え俺の東京、今日も勝利をし、コミュニティ内です、間違い、操作間違えちゃいます、はじけよう飛びたけ、飛びたけじゃないです、ついたでも負けるわけはない、空行け俺たちの東京、危ない危ない、勝利を目指してゴールを狙え、空行け俺たち、そちら俺たちの東京、勝利を目指して危ない、ゴールを狙え、それ行け俺たちの東京、さあサイド展開、勝利をいい展開、いい展開、こういう展開待ってた、ゴールやっぱ東京、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 こもり注意注意注意よ、くるくる早い、アデミウソンめっちゃ早い、4月は一応全部行く予定です。のさまきらアデミウソン、青黒大阪、青黒大阪、ミスやろ、ゴーミスター貫けよ、大阪スタイル、やべあぶれ、オッケーカモン東京カモンと、ちょっとやっぱガンバ長澤選手とアデミウソン強力だな本当に、カモン東京カモン東京カモン、長いためよ、長いと突破が必要、強え、いやーちょっとミスったな、オッケー、コスケ中いいんじゃない、いやーソータン、おーソータン、もちろん絶対勝つ、おーゴールボキン、あごめんなさい、横山さん質問もう一度お願いします、失礼しました、質問もう一度お願いいたします、質問お待ちします、遠藤康人、今ポンピーが編集中です、バモバモ東京、バモって、あー、岡野ひろき、顔長いです。ありがとうございます。顔が長いではなくて、顔長い。やばい。アーデミウソン、つえ。のさばきら、アーデミウソン、ダンダンダン。やべ。あかんよ。おい、林。あぶね。よし。いや、コハロンが編集した動画は多分もう大変なことになります。昔あん出してましたね、禁断、あ、禁断さんあれか、禁断ボーイさん出したのは、そうか、全く編集してない動画はどうなのかってやつです。もうコハロンが編集したから、本当もうお絵描き教室レベルになっちゃうと思います。林さん安定感素晴らしいですね。やばい。オーケー。東京、東京、東京、東京。林日本代表でもぜひ見たいですね。川島選手が出たっていうのは結構、
まあ、びっくりとか、もちろん実力は素晴らしい選手なんですが、やっぱりハリル監督はあの試合出てる選手を使うっていうところがあれだと思ったので、結構ちょっとびっくりしましたね。川島ボールが足につきません。よいしょ、ルーズボールだ。なかなかここで勢いが、いやー今1個スルーパスだったな。よしとよしとよしよし、森、強い、頑張って強い。米倉浩樹、カモン東京、カモン東京、アデミューソン、ウェルカム東京、ごめんなさい、そうだ、まだ聞いてないわ。横山東京、いいね、行こう行こう行こう。おお、なかなか中だよ。ボールはどうだ、オッケー、いやいやいや、ボール、うっそ、いやそんなとんでもない。はい、どうも、大長のやつ、大体全身タイツ、どうもご覧です。ララララララコルテス、ララララララコルテス、ララララララコルテス、あ、やばいやばい、ファールない、ファールない、ファールない。で、コーターは本当に気をつけます、すいません。横山さん、惜しかったです、ありがとうございます。メース、メース、メース、いい、東京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 、電車もこの格好ですよ、もちろん。愛して、誰が童貞やねん、誰が童貞やねん。東京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 、バモバモ東京、高萩洋次郎、ララララララ、追いつけ追いつけ、あーきついか、いやー、おー、かのひろき、ごめんなさい、つえげん金沢のちゃんとわからない、逆に教えてください。オッケー、いやーよしと、よしと、これはツーブロです。実はツーブロックでした。大久保義人のトリラ、よし、やーっと倒れてる。ちょっとちょっとちょっと、やられてるよ、怪我、ちょっと。これはイエローじゃないの、イエロー。ちょっとちょっと、これ怪我大丈夫か、これ完全に、ちょっと待って、これ怪我してます、室谷選手。おーせい、室谷。ちょっとダメだ、変えなきゃな、ボール保持してるから、ちょっとさせてください、交代、ごめんなさい。おーせい、いやー、まぁ、あ、ちょっとこれ治るかもしんないから、もうちょっと前半様子見ようか。おーせい、む、コハキン TV、ミスだよ、もうちょっと、ほいよ、よくやるミスだけども、焦りすぎちゃって、まずいよ、これ。止めねえと、これ。ガツガツ行くしかない、オッケー、素晴らしい。オッケー、よく止めた。コースケ。オッケー、長い。長い、長い、いや、強えな、いやー、守備強い。高田さんいらっしゃいません、ブンブンハロー YouTube どうもご覧です。おー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 、高すけ、おー、高い、やー、高い、よじろ、ララ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 、高い、よじろ、いいんじゃない、いいや、東京東京東京、庭大輝オレ、庭大輝オレ、庭大輝、やっぱ関西弁の女の子って可愛いですよね、正直好きです。東京東京、歯ブラシってそんな口臭くないわ、でもありがとうございます。渚美朗来て、さあ太田康介、太田康介です、太田康介、これがラストです、申し訳ございません。 FC 東京の3位は、FC 東京のサイン以外持ってないですね、欲しいです、今度小平行ってもらいたい、シュート、いいや、もう一個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 行く中、ボールを取られました、上がった、いやーキーパー行っちゃったか、ちょっと長谷川アリア、ジャスルジャスルジャスル、長谷川アリア、ジャスル、ララ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 、長谷川アリア、ジャスル、切り替えていきます、切り替えていきますよ、やべ、アデミューソン強いよ、ノーサンマーキラ、カバサー、勝て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 、ホームやつを、高木副将は本当残念です、緊張いきますよ、行く予定ですよ、なんとか日程調整今からしたいと思います、やべ、よしと、まずい、集中、オッケー、ここからの展開早くしたいね、来し、あーして、おい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 、ちょっとガンバ、やっぱプレス早い、本当のガンバ戦の展開みたいになっちゃってるよ。危ない。集中ね。そう。ワイドに使ってこう、ピッチ広く使っていこうよ。カモン東京、カモン東京、カモン、いやー違うな。焦ってる焦ってる。
長い点って、いやー焦ってるよ、ちょっとこの兄弟、弟います、弟がいますよ、アルビンソン止めろ、あっぶれ、あぶねー、いやー OK、 東京東京、いやー OK、 OK、 そういけそうと展開してよかった今。さあ長い、いやートラップでかかった、いや強いね長澤選手、うん、アデミューソン止めないと、これクリア OK、 弟もやや顔長めです、グランパスは復帰すると思います、コアロンの2個下なので弟の年齢を、じゃあ急にダゾった、やべえ、あダゾっちゃったこれ、嘘でしょ、前半終了間際にダゾってしまいました、あらららら、前半で終わってしまいました、ね、ダゾっちゃった、どうしよう、しょうがない、ちょっともう時間だ、皆さん申し訳ございません、まさかの、いやガンバ大阪さんといいよ、いい試合をしてたんですが、最後ダゾダゾの方に、ダゾダゾ東京になってしまいまして申し訳ございません、ちょっとこちらちょっとこの後また予定の方がありますので、こちらの方で、生放送の方終わりにしたいと、本当に申し訳ございません、復帰終われてないんです、復帰終わりたいんですよ、ごめんなさい、そうな、高木のサイン FC 東京、次試合は4月1日サガン突戦になります、皆さん本当申し訳ございません、謎ったんでスピリタスはちょっとさすがに NGNG の方で、いや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 、謎スピリタスはおかしいんで、ユリカルユリカルユリカル、ケント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 、皆さん申し訳ございません、それではまもなく日曜日も21時が近くなってまいりました、明日学校の皆さん、そして明日お仕事の皆さん、春休みの皆さんもいろいろですねあると思いますが、もう一度日曜日、新たな週に気持ちを切り替えて頑張りましょう、それでは最後にコアロンじゃんけんいきましょうか、また次の生放送も見てくださいね、じゃんけんポン、うふふふふふふふ、バイロン、東京東京東京、パーパー負けてるよ、パー負けてるよ、じゃあ終了はどこだっけ、終了どちらでしたっけ、頑張ってください、いや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 、終了どこやんだ、これか、ブロードキャスト、ブロードキャスト終了します、皆さんバイロン。